こんにちは、和樹です。ルーマニアのブカレストに到着しました。で、今から、首都のブカレストにいるんで、これから、この空港からブラショフっていう友達が住んでいるところがあるんですけれども、そこを移動して、移動します。で、その移動についてなんですけど、友達がなんか予約してくれたシャトルバスみたいなのがあるので、それに乗って、行きたいと思うんで、それがどんなものなのか、情報提供できたらなと思います。通常だと電車に乗っていくようなもの、電車に乗っても行けるですけれども、自分ももともとそれで予約それで行くつもりだったんですけど、友達が急遽予約してくれたんで、それで行くことにしました。で、3時間ぐらいのドライブになるということで、どんな感じなのかね、情報提供できたらと思いますので、見てみてください。で、シャトルバスのピックアップはこんな感じで、ボードに名前を書いた人たちが、来てくれます。 So, I'm going to hotel, right? And my hotel is, yeah, I know where it is. Okay, thank you.まずはブラショフに行きたいと思います。いよいよ出発です。これがそのタクシー。最初の休憩所に到着しました。今1時間ぐらい運転したかな。景色が意外と何も変わり映えがなくて、あまり面白くて、休憩時間は15分で、2時間ぐらいになります。はい、ブラショフ着きました。ブカレストから、ブカレスト出発して大体3時間ぐらいで、途中出だしのブカレスト中心地はずっと景色が変わらなくて面白くないなと思ったんですけど、ブルジョフ近辺になってきたら結構雪山が出てきて、結構雪も積もって雪景色が、ね、結構綺麗でした。で、ドライバーの運転が結構荒くて、ちょっと酔った感じがします。で、料金は一応、80レイで、日本円で2000円ちょっと、それぐらいで3時間ドライブをしてくれるという、ね、で、電車だったらまた駅からホテルまで歩かないといけないというところがあるので、結構また大変かなと思うんですけど、ホテル近くまでね、僕運んでくれるということで、すごい良かったかなと思います。以上で、どうやってブカレストからブラショフまで、来れるかというところで、一本動画作らせてもらいました。またご視聴お願いします。さようなら。